はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルビジです。では今回はシビライゼーション5ダウンロードコンテンツになっている秀吉の挑戦出兵、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、いわゆる文禄慶長の役というやつですね。前回はですね、釜山から上陸を果たした秀吉軍、これがテグ、そしてソウルを占領したというところまでプレイをしました。で、今回その続きになるんですけども、まず一つ今回の攻略目標として考えているのが朝鮮半島のモッポ、ここをね攻略していきたいなと思います。というのもですね、まあ、長崎から釜山に渡るこの、まあ、渡海しなきゃいけないところになるんですけども、ここの制海権がね、盤石ではないというのもあって、モッポを取ってですね、この制海権をより確実なものにしていきたいというふうに思っています。で、もちろん北京を目指してこの後平壌もね、攻略目標に加えていきたいというふうに思っています。では早速プレイの方を続けていきたいと思います。まずですね、京都の近くで反乱が起きていますので、これを沈めなければいけないという状況なんですが、まあ、残念ながら近くにですね、大規模な軍がなくて、この反乱軍がね増長しているという状況です。この後京都では侍が3単語に生まれ出てきますので、そこまでなんとか耐えて、反乱軍を鎮圧していこうと思います。で、道は全部つながりましたね。ようやく道は全部つながりました。関東、まあ、東京から長崎までずっと道がつながったので、ユニットの移動、特にね、軍の移動は早くできるかなというふうに思っています。では今回は平壌モッポ攻略戦始めていきましょう。またコロナウイルスがね増えてきましたよね、だいぶね。ヨーロッパの方では、まあ、それこそ一足早くというのか、だいぶ感染が拡大している状況ですけど、日本でもね、いよいよ感染がさらに拡大をしてきているなっていう状況がね、ありますよね。まあ、北海道なんかもすごく増えているようですし、東京もね、まあ、関東も人が多いところは増えていってるっていう状況だと思うので、まあ、この冬がね、また一つ山になるのかななんて勝手に思ってるんですけども、まあ、そういう中で、僕の話をするとですね、ついに会社の方から通勤手当、まあ、いわゆる定期代というやつですね、これが廃止になりますと連絡が来ました。そうか、廃止かと。もういよいよじゃあ在宅勤務がこれから普通になるんだなっていうね、嬉しいような悲しいような、まあ、ただ通勤手当がなくなった分ですね、在宅勤務手当が、まあ、ちょっと出ますということで、まあ、代わりの手当は出るんですけども、まあ、電気代を考えるとちょっと微妙ですよね。これから冬、まあ、僕は奥さんと2人暮らしで子供がいないので、日中は基本的に人がいない状態です。まあ、本来だったら、まあ、ただ在宅勤務になると僕はずっと日中家にいるんで、まあ冷暖房費、電気代とかね、そういうものがやっぱり少し、まあ、通常ね、普段日中人がいない時に比べるとやっぱり多いんで、それがちょうどその在宅勤務手当でプラスマイナスゼロになるのかなっていうね、そんな風には思います、金額的には。まあ、これが多分春とか秋とかね、冷暖房特に使わない時期だとプラスになるんだろうなと思うので、まあ悪くはない制度かなと思うんですけどね。まあ会社によってはね、もしかしたらそのいわゆる在宅勤務手当みたいなものがそもそも出ない、ない会社さんもあると思うので、まあそういう意味ではまだ恵まれてる方というか、まあそういうものなんだろうということでね、まあありがたく頂戴しようかなとは思ってます。モッポの付近にやっぱりこの制海権がないんで、海から次から次に敵の部隊が上陸してくるのをなんとかしないといけないですね。これが結構厄介だな。まあ、数をちょっと用意してでも一掃しておく必要がありそうだな。まあ、出てきた敵はその都度その都度倒していくっていう、まあ、場当たり的な対応にならざるを得ないかなと思うんですけどね。
も建設系はね順調に進んでるんで、本当に街を作っていってるっていう感じです。まあ、ただこれダウンロードコンテンツになってる、まあ、冒頭でお話した通りダウンロードコンテンツになっていて、まあ、特に研究ができたりとかっていう、まあ、そういうシナリオにはなっていないので、まあ、ひたすらにどちらかというと戦争を行うっていうね、そういう内容にはなってます。なのであんまり内政をやる意味はないんですけども、まあ、手持ち無沙汰なので一応ね、そこは農場を作ったり鉱山を開発したりとかっていうことはやらせてあります。なかなか平壌に向けて進軍がね、できていない、そういう状態ですけどね。さあでは平壌の手前にあるこちらのヘジュ、ここをね攻撃していきましょうか。ヘジュの攻撃に移ります。ヘジュまで取れば平壌がもう目の前っていうね、そういう状況になりますからね。まあ、ここまでしっかり部隊をね、突っ込んでいきましょう。さあヘジュをめぐって敵の軍、まあ、特に民ですね、ついに民の援軍がここまでやってきたかという感じがするな。民の軍とここで大激突ですね。まあ、さらに朝鮮のね残党軍なんかもまだまだいる状態なので、なかなかちょっと苦戦がここからしそうですね。プサンの方では寄って兵を作りましょう。侍13ターンはきついな。そうなると槍10ターンかな。まあ、ここに来ていよいよ敵との戦い、特に民との戦いというのが、まあ、本格化してきたなという感じがしますね。これはもうちょっと軍をモッポ攻略戦から全面的にヘジュでの戦闘の方向に持ってった方がいいかもしれないですね。ただモッポの方も一定数の兵は駐留させておいて備えておく必要があるので、ここをですねチョンジュ、ここですね、このチョンジュ付近にいくつかの兵は駐留させておきましょう。ここに来て本当に一気に民の軍が増えたなっていうね、そういう感じがしますね。確実に数を潰していかないといけないかな。再びここで大将軍グデーリアンが誕生しましたね。グデーリアンもちょっと何してくれるかわからない、何をやった人かごめんなさいわからないですけど、まあ、ただ大将軍がいるところで戦うと戦闘に 25% のボーナスが入るので、まあ、単純に戦闘で使えるユニットということにはなりますね。まあ、蛮族相手にちょっと時間を使っちゃってますけど、まあ、ここで蛮族を確実に排除しておかないと国が荒らされてしまうということになりますから、まあ時間も割いてでもね、ここはちゃんと対応していきます。ただそれにしたってしんどいな。まあ、なかなかに明の援軍が来たことによって一気にいい情勢がね変わってきたなという感じしますからね。侍をうまく使って明の軍を掃討していく。ようやく京都から蛮族を一掃できましたね。時間かかっちゃいましたけど。さあ、こっから、明と朝鮮の連合軍相手に、しっかり戦っていきましょう。京都の方の生産は侍7ターンなので侍にします。なので、労働者を使った生産のブーストなんですけども、主に製材所を作って、生産力上げていきましょうか。生産力が上がってくると、今、侍、京都では7ターンで
生産できますよ、プサンでは10ターンですよみたいなのがあったと思うんですけども、そのターン数が短くなるので生産力を上げるとイコール軍を早く編成できるということになりますので、ちょっとそこを念頭にしていきたいかなと思います。サルゴンか、ちょっとサルゴンもうまいこと使いたいですけどね。大将軍をできればここでね、平壌モッポあたりまで取りたいなと思ってたんですけど、なかなか苦戦してますね。では平壌の方に攻撃を仕掛けていきましょう。平壌を取れれば、またね、違う展開というのも出てくると思うんですけど、平壌を取らないと平壌も攻められないし、まずはね、平壌を取るというところをしっかりやっていきたいと思います。労働者は製材所をひたすら建ててもらう。もうね、木のあるところに行って森林伐採を繰り返しましょう。バイデンさんはね、大統領に就任したら初日にパリ協定に復帰する。まあ、パリ協定というのは温暖化ガスの排出の規制か何かの条約だったと思うんで、ちょっと勉強不足でもし間違ってたらご指摘いただければと思うんですけども、っていう内容だったと思います。それにね、もうトランプさんが脱退したけどすぐに復帰するよって言ってますからね。まあ、僕たちはこのね、製材所目的のためにひたすらに森林伐採を繰り返していきましょう。ちょっと戦力が足りないな。民っていうやっぱり国力強さの前に、なかなかね、ちょっと今で言うと苦労しているっていう状況ですかね。そしたらこの侍を前線に投入しましょう。本当に今数が欲しいところなんで、前線に部隊を送り届けていく。兵数がようやくこれで半分ちょっと削ったかなっていうところですかね。で、ルイ・アームストロング、まあ北斎とかね、そういう風な名前だと日本で大芸術家が生まれたんだなって感じもしますけど、このルイ・アームストロングさんですね。文化爆弾、まあ、ちょっとじゃあこの文化爆弾を携えて平壌の方に向かってもらいましょう。この文化爆弾を行うと、この命令を出して偉人を消費すると、偉人がいるタイルとそれに隣接したタイル全てが自国領になるって書いてあるんで、これ化け物みたいなもんですよね。ちょっと平壌に向かってもらおう。単独で平壌に侵入。なんとかここで平壌を取れればいいなぁと思ってるんですが、どうだろうな。あと5分の1ぐらい残ってるこの平壌、ここ2-3ミリ残っちゃいましたね。これ残ってるとどうにもならないからね。軍の数にちょっと不安が出てきている状況なので、ちょっとでもね、やっぱり減らされないような工夫はしておきたいんですよね。ここもできればノーダメージでいきたい、そういうところにはなってますんで、敵の戦闘向けユニットを優先的にいい攻撃をね、加えていきます。まあ、秀吉軍がね、苦戦したというのが、ごめんなさいね、よくわかりますね。これ明はね、もうはっきり言って敵の数がとんでもない。
むちゃくちゃ多いっていうね、そういうところなんで、そういう彼らと相対している身としては、やっぱり軍の数がいくらあっても本当に足りないですね。最初あんだけいた軍の数もね、ここまで減ってきちゃってますからね。それでもなんとか平寿は取れそうかなというところまで来てますからね。平寿を取って、次のステップへと進んでいければいいかなと思います。よし、平寿を併合します。これで今回目標としていた平壌にまた一歩近づきましたね。モッポの方はちょっとこれ攻略戦始めるのかなりしんどそうなので、まあ、しばらくは様子見をせざるを得ないのかなという感じがするんですけど、まあ、平壌を取ったことで平壌攻略の道筋が立ったというのはありますね。あとは国内で兵力を増強するための準備が今できつつあるので、それをちょっと待ちましょう。いやでも反乱軍が東京に向かってきてんだ。ちょっとこの侍を東京に派遣するしかないかな。道をつなげておいて本当に良かった。道をつなげてなかったらもっともっと面倒くさいことに多分なってましたね。そしたらサルゴンをじゃあピョンヤンの手前ぐらいで一度城塞作りますか。ついにここに城塞を作って敵のね、攻撃を妨げる、まあ、そのためには今あるこの畑農場をね潰さないといけないんですけど、農場を潰してでも城塞を作るっていう検討を一旦したいと思います。さあ城塞作りました。なんか五稜郭みたいなのがね生まれ出ましたけど、この五稜郭を拠点にちょっと戦いましょう。まあ、敵はまだまだ民から降って湧いて出てくると思うんで、まあ、それをうまく制御しながらやっぱ戦っていくということになるんで、ちょっとでも防御に有利なところで戦っていければいいかなっていうところですね。さてと、広島の方に民の海軍ユニットがやってきましたね。困ったな。全く今兵に余裕がない国内に民の軍が蹂躙しにやってきたわけだな。この侍は侍でどうやってもやっぱりこの反乱軍を相手にしなきゃいけないので、そうするとあと2ターンで完成生産されるこの侍でこの中国の民の軍を相手にしますか。いやなかなかしんどいな。長崎の方で4ターン後にマスケット重兵ですね。ここです。まあ、京都広島あたりは一応城塞化してあるので、まあ、持ちこたえてもらってる間に侍の誕生を待ちましょう。いや長崎にも朝鮮と民の海軍ユニットが退去してやってきてるな。やっぱり制海権がちゃんと維持できてなかったので、まあ、大陸の足元根元にあたるね朝鮮はご覧のように、まあ、大半をね南朝鮮は平らげたんですけども、まあ、軍の消耗が厳しく戦線の維持が難しくなってる上に日本本土にはご覧の敵ですからね、ちょっとこの後心配な状況ですね。というところで、じゃあね今回はここまでにさせていただいて、軍の再編強化、これがね急務ですね。まあ、特に日本国内を見てみると東京には蛮族が、京都にも蛮族が、広島には民、長崎には朝鮮と民の連合軍、まあ、本当に厳しい状態ですね。朝鮮半島の方では苦戦という状況続いてますので、まずは軍の立て直しをしっかり行って、
それぞれが戦える戦力を有するというのが第一目標ですかね。都市の数はそれなりにあるので、しっかりとですね、都市の運営ができれば、まだまだ挽回はできるチャンスはある、北京攻略できると思いますので、そこまでなんとかこらえましょう。で、そのためには生産力を上げる必要があるので、とにかく森林伐採。森林伐採をして製材所を作って、ひたすら生産力を高めていこうというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。